はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、まあ、サムネとタイトルにもある通り、圧倒的な使いやすさ、LINE Pay アプリの使い方ということで、こちらを解説していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは早速なんですけども、まあ、もともとは、LINE Pay の、アプリっていうのが、Android 版は出たんですけど、今回は iOS 版、iPhone などに対応するアプリが出たので、そちらを今回は説明していきたいと思います。で、まずこちら開いた瞬間からですね、もうお会計が可能なんですよね。今ちょっと黒く出てるのは QR コードとバーコードで見えないようにはしてるんですけども、もともと LINE Pay のアプリを開くときって毎回パスコードを入力しないといけなくなってたんですけど、もともとその設定はできるんですが、それがめんどくさいんで、まあその要望に応えるために今回もパスコードなしで入れるようなもう状況と設定をしております。なのでそこがまずポイントとしたら高いかなと思いますね。で、次に現在地から LINE Pay が使えるお店を検索することが可能ということで、まあ今これ現在地を例えばまあ東京の渋谷に今設定してるんですが、まあそこから近いお店をまあ LINE Pay が使えるお店をいろいろまあタップしたらここが使えますよとか、そちらをまあすぐに見ることができるということなので、まあ今までペイペイとか折り紙ペイはそれに対応してたんですけど、とうとうやっと LINE ペイがこの機能が追加してきたとなると、うわ、かなりのまあライバルになってくるのではないのかなと思いましたね。いや、この機能ずっと欲しかったので、僕個人としたらすごい助かる機能となっております。次にこれですね、クーポンが使える店を確認可能ということで、今パッと見ファミリーマートとかローソンとかポプラグループとか、まあドラッグの新制度とかあると思うんですけども、まあ今までクーポンって LINE Pay のアプリの通知とかでよく知ることが多かったと思うんですよ。まあ今ちょっと出てると思うんですけども、まあこういった松屋とかローソンとかですね、まあそういったので知ることがあるんですが、もう今回からはもうこの LINE Pay のアプリ内でもうすぐに確認、今の段階で見ることができるということで、まあ例えば一番上のファミリーマートのところを押していただいたらこんな感じに表示されるんですよね、加盟店ということで。で、今 C のところに LINE Pay コード支払い画面でクーポンが設定されていることを確認してください。101円以上のお会計で使えますということと、 LINE Pay で支払いすると3ポイント還元ということで、まあこういったのがすぐ一発で今見ることができるんですよ。で、例えばまたここからクーポンというところを押していただくとこんな画面が出てきます。ファミリーマートの100円オフということで、このクーポンを早速使いたいなと思ったら、このクーポン受け取るというところを押していただくと、元の最初の画面から右にスライドしていただいたらマイクーポンというところが出てくるんですけども、まあ、そのマイクーポンがもともと何もない表示なんですが、先ほどクーポンを追加するというところを押していただいたら、今もう早速ファミリーマートのクーポンが入ってるということなので、まあなので利用期間内ですね、今だったら4月17日から4月30日まで使えますよということなので、なのでもうここからマイクーポンからも一発でいけることができるということですね。もうこれめちゃめちゃ助かるというか、めちゃめちゃ簡単ですね、本当に。で、あとはその一番右までスライドしていただくとおすすめということで、まあ先ほどお伝えしたファミリーマートのクーポン以外にも、例えば福岡県の人であったら福岡限定の301円以上のお会計で利用可能っていう福岡限定のクーポンとか、あとはライトオンであったりとか、ローソンポプラとか の割引券もついてくるというおすすめ欄もあるので、まあ、かなり本当に消費者のここを使いたいですというところをかなり綺麗にピックアップしてくれてるなっていうのが LINE Pay アプリの LINE Pay 専用アプリの、まあ、特徴なのではないのかなというふうに思いました。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回は LINE Pay 専用アプリの紹介をさせていただきました。ということで、このチャンネルがいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとは気になったことがあったらコメントなど押していただけると嬉しいです。ということで、本日はここまでにしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。